サードシーズンで龍馬で主役でっていうプレッシャーあったんですけど、本当に緊張しちゃって、俺らのゴールデンベアはこうしていきたいねとかぶつかることもありましたし、やっぱ正確には負けたくないねって、負けない、絶対負けたくない、もっともっと上手くなろうと、本当に頑張ってたなって、チームが崩れてしまうなと思ったので、思いが強かったんですかね自分たちとリンクさせちゃって、テレビに出れたことをその最高だったって言えるものにしていってほしいなって、すぐ終わっちゃったっていうか、あっという間だったら、もっともっと一緒にいたいなって思いますね。みんなと一緒にいる時間を大切にしていきたい。